ハイタイグスーヨー中華のびら午後一人会内ビータンチャーガンジューヤミシェビーガヤ朝晩カディニーブイシミソーランナはい、シマクトバエンターテイメントチムガナサシマクトバニュースの時間なといびんパーソナリティやシマクトバ弁長ソウルハルートはい他町をこやいびんはい中夜うぬ大使うとうときさなやりちうむといびん中夜、8月の28日旧暦うとうて7月の18日なといびんはい安静な生からスポンサーの、話しさなやりちうむといびん、スポンサーの協力ですね、お話ししたいと思います。ユーストリームご覧の方はまたユーストリームからもぜひご覧になっていただきたいなと思います。はい、この番組や、メガネ株式会社メガネ21ハエバル店、ね株式会社メガネ21ハエバル店それからかかず委員さんかかず委員はいちょっと時差がありますけどね医療法人知性会のデイサービスセンター諸見の里さんそれからかかず委員となっております。そして、次が加え皮膚科委員となります。加え皮膚科委員ですね、はい、はい。そして、今度が有料老人ホーム宅老所なごみの家ですね。いつもお世話になっております。そして、有限会社丸内重機さんそれから、サロンドモア美容室ですね、はい。そして、最後がですね、先原土建株式会社の提供しうどうどきさびーんということで、はい、なっております。はい、はいはい。じゃあ千代先生このまた番組紹介お願いしてもよろしいですか。はいはいはい。ハイサイグスヨクタンデンネームソーランガヤネームソーランガヤタイこの番組やスポンサーの提供 FM リノワンと沖縄ハンゾーン NPO の協力さなかいお届けサビン、はい。島言葉エンターテイメントし、うん、うちなのうとと話し物語伝承し一る番組なといびん、うん、毎週島言葉かなさするチュンチャーのゲストトーク島言葉ニュースのコーナーあんやたんやうちなのコーナーなどなど多くの内容しうくいさびんまたインターネットの印象を見せる方、うん、またうちなびけあいびらんカーマ外国ん会面せる うちな金差し見せるグスヨン会この番組生みかけるくつんないびん、うん、またあ父うたび見せるくつんないびくとぜひこの番組金差し父うたび見せびり、はい、にげさびらはいいぺにフェデビル、はい、またツイキャスの方からでもですね、はい、メッセージの方もお送りすることできますので、はい、ツイッターのアカウントがある皆さんはですねまたこちらの方からもぜひ、ご参加の方をゆたさるぐとうにげえさびら、はい、うにげえさびら久しぶりのラジオやいびいくとやいびんやちょっとワクワクしながらやってますけれどもね、うん、はい、ギノアンさんまたね景色もいいんですけどちょっと上空また曇ってきてますので、うん、ドライバーの皆さんぜひ車の運転ですね今の太陽ティーダコンコンソイビーシがまた雨ざらない降るところもありますので、うん、気をつけていただきたいなと思います、うん、はい。ということで、シマクトゥバニュースですね始めていきたいと思いますが、はい、千代さん、はい、先週というかね、週末、うん、七五八ヤイビータシガチャヤイビータガヤタイ一平一なさいビータンドねえ特によはいイラグンチャーやこの七月のこっち思考体、うんはい、うさぎもん思考体、うん、アリンクリン詰めてほらくだんうさぎはい、うさぎもん、うさぎもんね、はい、朝こっちびかのアランシエや、うん、アイビランやたいはっさびよのやきや、うん、こううさぎもんもる詰めてよ、はい、どうくるしちくんしんがしげよ、うん、マネアランシエ提言な傾向停止しするば、うんうん
ね、スーパーまたウフォークの中ワンディな駐車場、うん、行きらくなってデジアビーテンドやったい一番最初とさ、はい、今度は三日ぶりチャープタナイソーグというん、なあちゃうチルダイソータンあー、うん、かもしれないですね、うん、皆さんも思ったこのウクイ疲れ残ってませんか、ね、それとね、はい、あの私ね昔よ、はい、あの七八人でね、はい、すぐ海んかんじゃんかアダンの実、はいはいはい、売り取ってちゃい、うん、またソーロハージにし野原んか田んぼがあまり関係一ね、うん、ソーロハージにしあのウサギして、はい、アイビータンやたいあの湯から面接の人のジャイシサ新たにウサギするんで、うんはい、そういう草が、うん、マンドウタンバ、はい、くんどうよアイビータンやなあ売り売り売りよ、うん、四五本さなんか300円やったデージやさこれびっくりしました値段上がってますね、うん、ちょっとね無人よ、うん、私サンギエも行ってユニオンも行って金井でも行ってくれねえらんたんばようなすぐとよ、はい、市長るんかおにげえさんにけぐうさんの無人のねえらんことお願いできないかねちゃなあの無事ちょっと見せる方んかや、お願いしてねようやく間に合わせてこれあうさぎたんどうね、でも本当この時期になるとね、うん、なくなってくるのでそうしっちょるがういびれまたこの辺は助かりますね、うん、助かりましたよ本当、はい、はっさびうりをわざわざ焼けなくら小山とむちちき見せやったあそっかそっかたらんぶのよ、うん、なうわびさんなんかまたあのうなぬかなちきみそおるよんりゃんけよ、はい、いろんなのがあるんだよあのサンゴアとかよああの役はしや、はいはい、あの田んぼの、うん、あのこれで色々作るの、はい、ありますねあれ真似あらんたんあサンゴアームりになって教えてな、うん、なお色ちくみそうにできたんて、はいうん、もう線香をあげるときとあの、うん、内カビ焼くときに行ったら大丈夫だと思いますよ、うん、はいツイッターからも来てますね野の中の銀のホタルさん、ね、はいさーいってはるさんほかま先生ってことでもういつもありがとうございますあらららね野の中の銀の蛍さんも、うん、あの私たちのね、半蔵の公演も毎回見てくれて、ね、何かあったら駆けつけてくれてまたあのいろいろメッセージとか ね、 ね告知も頑張っていただいてますけれども、うん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 、またぜひ参加していただきたいと思います。はい昼夜よこの、まあ、先ほどこの七八の話もしましたが、うんこの伝統文化っていうものと、うん、そのまあライフスタイルの変化に合わせて、うん、この価値観が変わってきてるさっていう話を今日はまあリスナーの皆さんとも一緒にですね、うん、考えていこうかなと思っております、はい、っていうのはですね、うん、やっぱりエイサー終わって、まあ、この七八エイサー、まあ、前からね1ヶ月とか2ヶ月前から練習サビー氏が、うん、なんかねやっぱりこのエイサーのねこの太鼓の音がうるさいというあいうことで、まあ、自治会とか警察に苦情を言う方がいるという問題がありまして、うん、でじゃあそれとその今伝統芸能っていうのがどれだけ、まあ、こういうクレームが起こる事態になってるかなっていうのをちょっと見てみたんですけれども、うん沖縄県内だと、はいまあ、もちろんこの7月の時期のエイサーの騒音っていうことでありましたがその前は、まあ、ちょっと前はあの保育所とかが、ねはい、できると子どもたちのやっぱりこの声がうるさいということで、うん、あの住宅街になかなかこの保育園ができないっていう問題もありました。で、まあ、私たちからするとそのうちなんちからすると七五時っていうのはまあ伝統行事の一環なので、うんまあ、クーサルバスねいっぺやもう当たり前のねうん、一つのもう夏の風物詩って言ったらおかしいですけどそういうのもありまして、うん、またあのなんていうのかなもう小さい時のこのエイサー隊を追いかけるのが楽しみだったんですけれども、うんはいはい、もうなかなかそういうのもなくなって今ではもう逆にこういう夜遅くまでうるさいと夜中までうるさいからどうにかしてくれとかね、うん、それはまた見に来る人たちの車が路中がすごくてあの大変だからどうにかしてくれっていう声があったっていうこともありましたので、うんまあ、その辺についてちょっと話してみたいと思います。で、県内この本当だったらまあこのエイサーの問題保育所の問題とかもあるんですけど、うんちょっと八重山とかだと宮古のパントゥ、はい、パントゥはあのもともとこの、仮面をかぶった、うんまあ、村の若い人たちが神様の化身ということで、はいまあ、その時はもう体にね
まあ、植物を巻きつけながら、うん、この泥をまたこの産川っていうね神聖な村の産川の泥を、まあ、体に塗りつけて、はいはい、それを、まあ、地域の人たち車も家も全部回ってこの泥をつけることで厄を払うっていうこの伝統行事らしいんですけれども、うんはい、近年ではやっぱり観光客の皆さんたちからのクレームだったりとかもあるということで、まあ、そのクレームが出始めた時から、まあ、宮古でも、うん、あの事前にですね、うん、あのこの時期にはこういう、まあ、伝統行事があるのでその汚れても大丈夫なようにしててくださいとか、うんうんまあ、そういった形でアナウンスはしてるっていう話がありましたけど、うんはいはいはい、そういうのもねで先ほどちょっとまたあのスタッフさんに宮古出身の方がいたので、うん、あのお話を聞いてみるとまあ、確かにあの産川のところのまあ泥なのですごい匂いも大変きついよっていうことで話もあったんですけど、うん、でお家もね新築だとかえってこの新しい家の厄を払うっていうことで、うん、あのもう家の中にも入ってくるという話を先ほどお聞きしたんですけれども、うん、もうねこの神様がまあ家の中にやってくるそして車ももうすごい泥だらけ、ね、パトカーでさえもあの泥だらけになるよってことでお話も聞いたんですけど、うんうん、やはりそこでちょっとトラブルがあったりするっていうことで、うん、で子どもたちはやっぱり怖いって逃げ回ってやるらしいんですけど、うんうん、またこのパントゥやってる方たち足も速くて、うん、なかなか逃げられないよっていうリアルな話もしていただいたんですけれども、うん、そういった問題があるということで話がありました。で県外もやはり同じような問題ないかなと思って見てみると東北ですね、うん、東北の秋田とか、はい、あの辺だとナマハゲ、ねはいはい、鬼のすごい形相の鬼の、うんうん、まああの、うん、なんだったっけ包丁とかねあれは怖い、うん、怖いです、そういったのを持った人たちが、ねうん、悪い子いないかということで回ってくるって、うんうんまあ、私たちも国語の教科書とかでも昔あの勉強した覚えがあったんですけど、うんはいはい、そういう、まあ、秋田のねならではのそのナマハゲ自体も、はいそうですし、うん、またあの秋田県の西南部にある天の萩っていう同じ鬼の、うん、ナマハゲさんと同じような感じでこの家を回る、ね、行事がですね、うん、やっぱりあのこの10年ぐらい前からあの、うん、この屋敷の中にやっぱこの鬼を入れたがらないようになってきて、はい、でなんでかっていうと、うん、なんかそこまでなんで子供を怖がらせるのっていう話になってしまって、うんはいはいなので、まあ、そこからですねあの、まあ、その市町村も考えてこのままだったら伝統文化がなくなってしまうということで、うんうん、じゃあどうしたかっていうと優しい鬼にこの変えたとあだから今まではもう怖がらして、はい、この悪い子したらダメだよっていうのを教えてた鬼さんが、うんうん子供を怖がらせたらやっぱりこの行事がなくなってしまうということで、はいうん子供たちのためにも、まあ、家にすんなり入ってその伝統文化を知ってもらうためにはということで鬼が、まあ、家の中にまず入るためにも、うん、ちょっと怖くないですよって、まあ、優しい鬼ですよっていうことを説明してでその後になんか宿題を見たりとか子供に寄り添って一緒にね、うん、何か手伝ったりする親にあ鬼にこの変わってしまったっていう話がありました、うんうんはい、その他にも、まあ、あの別の問題なんで、まあ、伝統行事とはちょっと違うんですけど、はいまあ、別の形での伝統行事なんですけど、うん愛知県の、犬山市のある学校では、はいあのまあ、沖縄県でもよくあるんですけど、まあ、日頃お世話になっている校舎だったりとか、うんはい、あとあの勉強机 と、うんこの腰掛けをみんなで掃除する、はい、清掃する日があるらしいんですけれども、うんうんうん、これももう何十年って続いてる伝統行事らしいんですが、はいはいうん、これを、まあ、地元のこの新聞社が取り上げた時に、うんまあ、それを見た方たちから、はいこれは子どもたちに対する虐待じゃないかとかですねあとあのこれ学校の自己満足じゃないのっていうことであの声が上がっていたそうです。うんですがあのその学校の、まあ、職員はじめ OB の方たちからは、うん、やっぱりその校舎でね勉強させていただいている感謝っていうのを込めて生徒たちは一生懸命、まあ、机を磨いたり椅子を磨いたりしてるっていう伝統なので、まあ、今後もこれは続けていくよっていうことであのコメントが載っていたっていうのがあったんですけれどもやっぱりね分からないところからすると、まあ、虐待っていう表現だったりその学校のただねあの名前をこの知らしめるためのそういう行為じゃないかっていうことで見られてしまう傾向にあるっていうことなんですけどやはりまあそれも含めて
このなんでやるかっていうのをね、はい、お伝えする必要があるのかなっていうのもあります。その他にも、うん、静岡県の牧之原市っていうところでは、うん、除夜の鐘、はい、あの年末の除夜の鐘がうるさいっていう苦情があって、うんうん、あっ、まあ、それも住宅街にある、まあ、お寺さんだったらしいんですけれど、はい、それで除夜の鐘ならぬ、除夕の鐘っていうことで夕方にもう鐘を鳴らそうっていうことで変えたっていうところもあったようです、うん、はい、その他にもですね、薪をあの背負った二宮金次郎像ですね、うん、よくあの、うん、まあ、いろんなものにも出てきますよ、うん、怖い話だとね、その二宮金次郎が夜中になったら歩き出すとかっていう怪事件もあったっていうことで、まあ、この時期になるとね怖い話の一つで出てきたりもしますけど、まあ、それがですねまたあの子供にやっぱりその労働させるのかっていうものを思わせたりとか、あともう一つは、まあ、あの二宮金次郎さん本持ってね、うん、やっぱりあの立ってらっしゃるので、はいはい、それだと今でいう歩きスマホに似てるんじゃないかということで、うん、それを助長しかねないっていうことで、うん、その立っていたこの二宮金次郎さんの像が座って本を読む姿になったりとかですね、うん、あとある、まあ、保育園とかでは節分の時の豆まきの豆をあの、うん、いつもの大豆とかじゃなくて紙のボールにして、うん、それをまあ投げつけると。でなぜそれにしたかっていうと、一つはそれをまあ子どもたちが間違って飲み込まないように紙のボールにしたっていうのと、うん、でもう一つはあの大豆とかでやっぱ今アレルギーを持ってる子たちがいるので、うんうん、間違って食べた際にそのアレルギー反応が出て、危険な状態に陥らないようにっていうなんか配慮がね、うんうん、あるようで、そういったものもあるようです、うん、そこまで心配するんだったら、ね、これはあのなんていうの、うん、要するに貝払いさね、あの、はい、そういった豆まきとか、はい、服はうち俺は外でしょ、うん、はい、だからそういうあれでこうやる伝統的なものを、うん、あのこう いちいちこう言ったら、うん、この伝統というのが続かなくなるさね、はい、これはもう一部の人だとは思うんですけど、うん、そこまで心配するんでしたら、うん、そこまで近づかないようにして、うん、見た方がいいんじゃないかな。そうですね、豆まきを遠くで見るだけにすればいいんじゃない、うん、危なくない。だって多くの人が来てるんだから、うん、はい、みんな脅かすわけにもいかんでしょ、うんうん、だからそう思う方が、はい、もしいたらその注意して、うん、じゃあ後ろに寄って見る、はい、こんな風にやったらいいんじゃないですかね。豆まきもこれはもうな続いてる何百年 も,、はい、もう続いてる伝統でしょ、はい、これをやめさせるとか、うん、なんかそれにちょっとあの何するのは私は良くないんじゃないかなと思います、はい、まずそういう思っている人が注意 、はい、すべきじゃないかなと思う、うん、だって皆さんが守ってきた伝統 、うん、だからね、うん、これをなくすわけにいきませんよ、うん、そうですね、何金次郎も二宮金次郎も立ってるのを座らせて、はい、ということはあれは私はあのやっぱりこう貧しい人が、うん、あの頃はあの頃の貧しいあの少年がね、うん、山に焚き取りに行くんですよ、はい、自分で親孝行するため、うん、親孝行のために山に行って巻き取り、うん、実際私は山にはこう巻き取りに行ったことあります、はい、いろいろ、はい、だからこの金次郎その時代に、うん、ああいう貧しい子が山に行って巻きを取ってきて、はい、しかもその勉強する暇もないですよあの頃だったらね、はい、うん、だからそれを歩きながら本読んで帰るという、それもその人の一生懸命のその気持ち、うん、それを分かってあげなければいけないと思うんですけど、いくら時代とはいえ、うん、そこを考えてあげた方が、はい、私はいいんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、うん、今はもう本当に贅沢な世の中になって、ね、そういったことはもう分からない、はい、分からなくなっている時代に来たのかな、はい、
それもあるかもしれないですね。だからできたら、まあ、その起源だったりどうやってねこの行事が起こったかとか、うん、なぜそれをやってるかっていうことを、ね、そう起源ですね、うん、やっぱ伝えないといけないですし、そうそうそう、はい、これまたね、うん、あの、まあ、うちのやて犬もんやいびしが、ね、うん、クーサルバスねちゃんやいびいたんどんりち、うん、かたえっていこのまたあのぬくしちゅるくとがいっぺていしちやいびくと、うん、はい、またあのやんやんこの若いビランクとかアイビーレーナ、また観光協会とか、うん、この旅行会社とか、またこのマナディ、ねね、観光協会、ね、お着さんの運会、また売り知らせることも、また、うん、このね、また観光局の、あの一つの、協会とかのね、はい、物話しするのもお仕事の一つですから、はい、なりますからね、あのするとやっぱり、うん、歴史でいちいちこの、あの行事があるという、うん、この行事に対してのルーツ、はい、歴史を調べて説明してあげるのもまたその観光協会のお仕事の一つだと思いますね、うん、はい、だからもちろんねその行事を理解していただいてその時期に合わせて来てくれる方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、いやでもやっぱりわからない方にとってはやっぱ急にね、うん、あのやっぱ顔に泥を塗られたりとか洋服にね、うん、泥を塗られるとびっくりしてしまう方もいると思うので、うん、そうですね、そしてまたあの太鼓の音ももう確かにまあわからない方たちからするとなんでこの夜遅くから太鼓を打ち鳴らしてやるのかっていうことでね、うんうん、なると思いますのでやはり近隣の、まあ、時代が変わってるっていうところをまあ理解する意味では、まあ、やはり伝統行事であってもそうそうもちろん分かっていても、うん、はい、まあ、あの皆さんに知らしめる行為も一つは必要なのかなっていうことになりますね、はい、なのであの海外でも実はそういう話が出てましてスペインの方なんですけど、はい、牛追い祭りっていうサンフェルミンっていう祭りがあるんですが、うん、あれも、うん、あの牛をねある村に話してそれをみんなで追いかけていく行事があるらしいんですけど、はい、これをある村では牛から、牛の絵が描かれたボールでっかいボールをこの町で転がすことで、うん、まあ、今まではなかなか危険だということでワラビンチャーがこの参加できなかったんですけど、うんうん、まあ、ワラビンチャーが参加することになって観光客が逆に増えたっていうお話もありました。なのでね、まあ、もちろんこの動物に対してもこの牛を街中でこのみんなで追いかけてやるってことは虐待なんじゃないかっていう話になってですね、うんうん、それもまた村の方たちで伝統をまた違った形でやったっていうことで、海外の方でもお話がありましたので、うんうん、まあ、いろんなねライフスタイルの変化に合わせてもちろんあの合わせていくところも大事なんですけれども、うん、やっぱ形を崩さずにそれをまた陸道を理解してもらって、ね、昔の人はたくましかったということを、うん、残していくということですね。いや、うん、本当にそのぐらい の,、はい、あのたくましい体、うん、力をつけている人が多かったんじゃないかな、ね、うん、ほとんど多分ねこの力自慢だったり、うん、だから各力とかね、うん、そ, う そ, うそういった相撲とかも出てきたとは思うんですけど、うん、まあ、そういったのも含めて皆さんの地域ではどうでしたか、ね、沖縄でもね、うん、本当にまあ夜遅くまでエイサーの青年会の皆さんも本当に日々練習してこの日のためにってことで、まあ、うん、ご先祖様をちゃんとね部落の各地域に送り出してまたそこあお迎えしてそこからまたウークイの日にはお送りする役目も担ってますのでね、うんうん、そういったまた伝統行事ってものをみんなで学ぶ機会にもしてほしいですね。そうですね、うん、はい、だから運動会とか、まあ、いろんな各行事とかでもその伝統行事っていうのが組み込まれていますけどやっぱその起源ルーツを、ね、うん、はい、お伝えしながらまたその行事をみんなで楽しむ、うん、もちろん観光客の皆さんにも理解してもらうっていう形でね、はい、やってった方がまあ和合も取れるんじゃないかなっていうのも思いますね。はい、はい、ということで30分ぐらい喋ってますけれども皆さんの地域でももしこんなだったよとかね昔はこういうことしたよっていうのがあったらぜひ教えていただきたいです、うん、はい、そしてまたあのこのね宜野湾あるあるじゃないですけど、うん、
例えばねこっちのところで外栄したよとかね、はい、小さい時にはもうこのエイサー舞台追いかけてから、うん、あっちまで行ったよとか、この地方の人がとっても歌が上手でね、うん、三線練習してから地方やってみたかったとかですね、うん、そういう話とかもぜひぜひ、はいはい、まあ、いろいろ聞かせていただけたらなと思います。はい、はい、ということで、じゃあ先生こっちでちょっと曲いってみましょうか。はい、最初はどなたの曲にしましょうかね。はい、本当は今日お時間あったらゲストで呼びたいねって話していた田場精神さんの曲、じゃあご紹介しましょうか。はいはいはい、はい、田場精神さん、実は前に一度だけゲストでねお会いしたことがあるんですが、田場精神さんの曲ですね、もうとっても丁寧に歌われる方なので、皆さんにもぜひご紹介したいなと思ってるんですけれども、うん、今回は、田場精神さんの深情けという曲を、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、今ちょっと BGM 切りましたよ。はい、じゃあ皆さん、田場精神さんのですね深情けという曲をぜひうちちになってきみしえびり。千代先生、小さい時のこのエイサーの話とかしてね。え？小さい時のこのブラックでエイサーどんな感じだったよとか話聞くから話してね。うん、
はい、お届けした曲は多葉精神さんの深情けやいびーたん、本当に優しい声で歌いますね。毎回本当に歌の歌い方がいつも丁寧な ねとっても丁寧で優しいですね。人柄だね、はい、現れてますよ、はい、またねゲストでお迎えできたらいいですね。そうですね、はい、近いうちまた呼びできたらと思います、うん、はい、先ほどはですねこのうちの伝統行事 とその価値観の変化について、まあ千代さんとね、今お話ししておりましたけれども、このまあ、エイサーはじめね伝統行事いろんな、まあ、生ハゲも含めていろんなこの県内外海外の伝統行事がライフスタイルとともに変わってきているっていうことについて話していました。だからね、まあ、いろんなもちろん運動会もそうですけどね、沖縄のエイサーの代わりに県外のよさこいだったりとかね、うん、まあ、いろんなまた別の韓国とかのねあの太鼓の演舞が入ったりとか、まあ、国際性豊かなっていう視点でも、まあ、見ることはできるんですけれども、うん、やはり沖縄の文化があってもう学ぶ機会っていうのがねほとんど今なくなってきてるので、うん、まあ、そういう旧暦行事一つ一つも含めて、まあ、この地元の伝統の文化行事っていうものを見直す、まあ、時期にも来てるのかなっていうのもねありますけど、千代さん、このクーサルバスの村のエイサーやチャイビーターがやったい村のエイサーですか、はい、あの終戦当時ですね、はい、あ、じゃあ終戦当時ないしがよ、うん、とにかく戦後ね、はい、私の部落でもエイサーやってたんですよ、はいはい、あそうよ、うん、なあ、あのまあ潔くもう本当に力強く、うん、あの叩くエイサー、はい、あれとのあの そういう先固め上げるさね、うん、お笑い、はい、いますね、とやってますけど、うん、うんと10年終わったや、ほらあの時代は見るのものない、はい、楽しむのが 何一つないから、うん、このエイサーというのを本当に待ち遠しいぐらい楽しみにしてましたよ、うん、エイサーは。だからよ、うん、わったん中学時代ね、あのやっぱりイエイサー実あの少ないからエイサーにとらしていうことで、うん、もうあの許しを受けて、はい、ワッタン交際にからエイサーやりましたよ、うん、だから、うん、エイサーというのは、まあ、終わってからやってん、はい、あのこの庶民の楽しみの一つだから、うん、いわきで教えてん、はい、あの見たい見ておきたいぐらい、うん、エイサーに興味を持ってました、はい、楽しかった、うん、嬉しかったです、はい、このだからエイサーというのも本当に伝統文化ですのでね、うん、あのそういうよ絶対あのあるいはさうるさいとかなんとか言わない方がいいけどね、うん、これ何年も続いているうちのあの伝統文化さね、はい、あのそういうといろいろ今は言われてはいますけどね、うん、あのまず伝統は守っていくのが伝統さ、はい、だからできればそのままの形で残したいのが私で意味があると思う、うん、そうですね、伝統文化の意味が、はい、うん、なのでまあねこの知ってもらうためにもやっぱりこの時期になるとね、まあ、このいついつから練習始まりますよとか、うん、まあ、この時間までは音が聞こえますよとかですね、うん、あと、まあ、どうしてもその前後になるともう旧盆の、ね、前になるとまた準備したりとか公民館にも人が集まったりする、うん、ちょっとわさわさ日頃よりはねすると思うので、うん、そのことも知らしめながらまたやっていかないといけないですね、うん、だからねあの、うん、マジよ、はい、うるさいと言われる前にこのやっぱりあのイエサーするチュノちゃん、はい、あのこのわらびんちゃんかい、うん、あのむならしてな、はい、この歴史、うん、案外しこのイエサーが始まったんどう、うん、とか、はい、誰々が始めたのとか、うん、この意味合いこの、はい、あのそれをね歴史をこのわらば短歌 最初からよ、うん、イエサーする面からこう教えたら納得しね、うん、あの
こう分からない人も聞くうるさいという人たちにもこの意味をあの悟ってもらって、はい、あのやれば、うん、あうんつるやさやうんつやてやさやえいさやんと、うん、まあうんつんじゅんおうそのね、はい、あのみっちゃんの子からのや、うん、いろいろありますよね、はい、だからそのお墓もありますさね、はい、ありますね、お墓があゆるすぐとよ、はい、あの伝統あのこのエイサーはじめの名のマンウガで、うん、ウガモシン私はいいことじゃないかね、うん、あの青年の方々もさそうですね、分からんで文化協会というのがあるさね、はい、役所行って聞けば、うん、あの いくらも勉強もできるし、うん、だからそういったルーツをあの辿ってね教えてあげたら、うん、私はいろんなこの歴史も分かってくるし、うん、いいお勉強のついでにいいお勉強になると思いますよ、いろんな、そうですね、うん、いやビークとやっぱりクーサルバスからねこの伝統行事監視愛便堂っていうのはまた周りのウフチュの皆さんがね、うん、大人の皆さんとか地域の皆さんがまあ伝えていく、うん、そしてまあもちろん今何名名になってきてますけど、はい、やっぱりこのケートナイド内の人たちとのね、うん、関わりだったりとかもちろんこの自治会との関わりだったりとか、まあ、自治会もなかなかね今加入が少ないですよっていう声もよく聞くし、うん、また地域によっては青年会が生き楽なトンドーリーの話もちちゃびーしが、うん、みんなでやっぱりこのコミュニティを作るっていうことはみんながやっぱ協力してね、はい、一つの村をまたみんなで安全を守ったり子どもたちを守っていったり、うん、まあ、お年寄りを守っていったりするっていう、まあ、社会をみんなで作っていくっていうところにもつながると思うので、まあ、伝統行事のね、うん、この、まあ、継承をきっかけにまたこの村の人たち、まあ、地域の人たちが顔の見える関係につながっていってもいいかなって思いますね、うん、はい、確かにねあのチュンジョンフシュの、まあ、花碑もありますしそのお墓もありますし、うん、はい、そういったルーツをたどる、まあ、ことっていうのもすごく大事ですし、うん、ただ踊るだけじゃなくて ね、はい、あのうん、やっぱりこのルーツ、はい、とても大切なんで、うん、海民道と、ね、だから太鼓の音聞くとね子供の時からやっぱちむどんどんするし、うん、あのよく男の子たちはね小さい時から赤ちゃんたちにパーランクを持たせてね、うん、ポトントントンさせるとかっていうのもあったので、まあ、そういったのもまた、ね、とっても喜びますよこの小さい子にね、はい、あのパーランクを持たすとね、うん、やっぱり真似ます、はい、喜ぶしね、はい、だから小さい時からこの三つ子の魂でね、うん、はい、やっぱりこういうあのあれをね、うん、習い事はあのさせた方がいいと思う。そうですね、小さい頃から見せたりとかね、うん、やっぱ体験させるっていうのが大事になってくるかな、うん、ずっとあのこの小さい時に見たものは、はい、ずっと覚えるんです、うん、わったんよ、はい、戦前ほら、うん、楽しみの人住んでる村芝居だったわけ。あ、戦前は、はいはい、村芝居がアンディネット、うん、ユスの部落までいいんじゃなくて、まあね、芝居見に行ったの、こんな小さい時のこと連れて行かれたの覚えてるんですよ、はいはい、であれをあれのやたがやって、うん、今お芝居で見たら あれやたっさって思い出すわけ、うん、だから小さい時にあのとっても印象に残るような、はい、うん、とえよあの小さい頃に見せて学ばす、うんうん、ずっと覚えるわけ、はい、ふるさとも忘れないですよ、あれでは。そうですね、ああいうことで、うん、なのでやっぱ地域のことをね、うん、部落の繁盛しわる、うん、国の繁盛性というのもね、はい、ありますね、ありますよね、うん、なのでやっぱこの地域のねもともとあるやっぱ文化だったり言葉だったり歴史だったりっていうのを小さい時からやっぱ触れてもらうっていうことがやっぱ大事なのかなっていうところに行き着きますね、うんうん、はい、ということで、後半戦に入っていきますが、ここで一曲ですね、また、はい、今度は千代さんの曲を紹介したいと思います。そうですか、はい、はい、千代先生も実はねよろしくお願いします。 CD を出しておりますのでその中から一曲ご紹介したいと思います、はい、今回は、先ほどの深な酒ね、田場精神さんの深な酒つながりではないんですが、うん、やはりこの相手を思う気持ち大事にしたいねということで、うん、佐藤由志のディということで、あのもう好きな人にね会いたくて会いたくてたまらないという曲を、お伝えしたい、お届けしたいと思います。はい、じゃあですね、千代さんの佐藤由志のディという曲を、お聞きになっていただきたいと思います。
あの千代先生のねまた素敵な歌声が聞こえますのでぜひ皆さん楽しんでください。他も千代先生でさとゆうしぬディアイビンうちじになってきみしえびり。番組にもまた来てください。すみません。はい。これコマーシャルできる。ああはいはい。全然や、あ、話してください。大丈夫ですよ。これ切符。うんうん。あ、切符なの。あ、話してください。この日にありますよって。後で振りますね。で、千代先生が行った後に。張先生が言ったように私がまた繰り返して言うので、うん、すぐ渡してくださいね。はいはいはい、お届けした曲は岡松陽子さんで里吉のディアイビータン。すごいね。なんかもうね、はい、何がすごいかっていうとこのね、この七ぬくるえだうまちさびらってね、この時期が来るまでね待ってますよっていうのをちゃんとね出るところがすごい女心を歌ってるなと思いました。はい、千代さんなんかあの宣伝したいのがあるということだったのでぜひリスナーの皆さんにもお願いします。はい、お知らせ、はいはい、お願いします。あのクンデヨウタイ、はい、元竹雄介さん、はい、とスーパーキジムナっていうの、はいはいはい、あの新笠の会歌遊びコンサート、うん、あのクンデ来月9月の23日ですね、はい、日曜日ところはうるま市民芸術劇場、うん、響きホールうとうてあの催しさびいくとぜひ面相ちきみ総林寺 の, あのお知らせ鋭便、うん、で前売り券が2999円なとおり当日券も2999円じなとおり、うん、
これなんで穴になって2999ってなんか1000足りないけど意味あるんですかね。だからね、うんちゃげ俺通ってんで言われないしさ、うん、今度そういうことで、はい、長姉さんお願い、ね、リチこう、ね、お願いされたのでね、はい、さあこれ、ね、ちょうど切符もちょうぐと、はい、今それで、はい、だ本当人文姉さんポスター持ってくね、はい、アリシャ・シムタロンの、うん、これ切符で見て、はい、今お知らせしてますのでぜひ、はい、うるま市市民劇場音階面相地区味総理をて響くホールやび、はい、これもう一度、はい、お願いします。はい、すいませんね、今立ってやったので、ね、リスナーさん何が起こったかなと思ったと思うんですけど、もう一度お伝えしましょうね、はい、元竹雄介&スーパーキジムナー、はい、歌遊びコンサートということで、2018年の9月23日日曜日ですね、はい、場所がうるま市の市民芸術劇場の響きホールナトイビン、うん、会場がユーサンディの6時半開演がユーサンディの7時からナトイビン、はい、前売り券当日券ともに2999円、はい、ナトイビン、なんでかな、肉くくくでなんかお肉が出るのかなって思いましたけどね。はい、あれ肉好きやん、味だね、だからお肉好きだったかもしれないですね、うん、9月の23日ですね、日曜日、うるま市民芸術劇場の響きホールにて元竹雄介&スーパーキジムナー歌遊びコンサートウクナヤビンディルクトヤビン三心サブチゲッピジョージアンパヨ、はい、うん、なので、ね、ぜひ見ていただきたいですね、この、はい、もう本当にすごいですよ、うん、三振なのでそのバチさばきもぜひ見ていただきたいと。19の春でも大ヒットしてね、はい、よく内地公演よくやってますけど、うん、はい、ですけどね、うん、まだいろんな方たちとね共演されたりもしてるってことでお聞きしてますので、うん、ぜひ生のこの歌橋シビコンサートですね、うん、ご観覧いただきたいなと思います。またね、ゲストでもぜひ読んでいろいろ紹介していきたいですね、はい、うん、はい、じゃあ最後になりますが、はい、もう少しじゃあちょっと今日の話をまとめながらいきたいと思いますが、はいはい、今日は7月の旧盆終わった後っていうことでしたので、うん、はい、その伝統文化と価値観の変化についてですね、はい、この伝統文化がクレームが出てきていることに対して、はい、やっぱりねクレームではなくて、うん、逆に応援してみんなでねこの、うん、伝統文化を楽しいね、ね、楽しいものにして いい文化、はい、残していこうっていう、うん、残したいですよ、ね、残したいなっていう話をしてまいりました、うん、そして、その合間にですね多葉精神さんの深情け、そして先ほどお送りした千穂町千代子さんの、さっとゆしのりっていう曲をご紹介しました、うん、そして、最後にですねまた、はい、千代さんがもう本当に尊敬してます、ね、若い頃からね、まあ、お弟子さんとしていろんなうちなの歌を学んだカデカル林翔さんの曲を最後にお届けしたいなと思っておりますが、またですねこれからいろんな伝統行事、うん、いろんな地域で行われるかと思いますが、はい、皆さんでぜひミーマンティまたこれを一緒にね参加してぜひ若い世代も含めてですね自分たちのまた地域の皆さんと一緒に続けて残していっていただけたらなと思います、はい、なのでね今日はちょっと大和口もウフォクアイビーいたしがまた島くとぶ弁長しなひんかたいるくとないるよハマディチャビクトこれからもゆたさるくとウニゲーサビラ、はい、ね、チュキニ、はい、ね、チュケンナーやね、うんじょるくとないビールはじあいびくとまた千代さんとねいろんなのを紹介し、うん、いけやんりおむといびん、はい、じゃあそれでは最後にですね、はい、カディカル林翔さんの曲行ってみたいと思います、はい、今日ご紹介する曲は、うん、たくさんあるんですが沖縄島歌の神髄というカディカル林翔さんの CD の中からですね、はい、廃盤の侍という曲をご紹介したいと思います。はい、はい、廃盤ですね、うん、どんなお話なのかちょっと歌聞きながら聞いてみたいと思います、はい、皆さんもぜひ聞いてみてくださいね、うん、はい、はい、じゃあそれでは BGM を取りましたので
カデカル林翔さんの曲行ってみたいと思います。カデカル林翔さんで廃盤のサムレイアイビン、お父になって君シェイビリー。はい、ということでお届けした曲はカデカル林翔さんの廃盤のサムレイアイビータン。はい、あっという間にお時間がもう迫ってまいりましたが、ここでスポンサーのまたご紹介をしたいと思います。今日のチムガナサシマクトゥバニュースや、メガネ2-1ハエバル店、カカズ委員、デイサービスセンターもろみの里、クワエ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社の提供、 FM ギノワン、茶壇町文化協会シマクトゥバ部、それから沖縄半蔵 NPO のご協力しお送りサビタンということで、また来週うちちになって君シェービリ一平二平デービル、はい、ビータン、はい、また来週やたい、はい。
スポンサー言えないかなと思った。久しぶりに聞くといいです ね、 いいでしょ。やっぱり歌のうまい方なんだよ ね、 ね、こういう方はもう二度と沖縄には現れないだろうね。私はこういう、そうですね、聖子さんも好きですけど、カデカルさんのこのハスキーボイスもいいですね。おー、すごい歌は。あ、これはいい。あ、これは持っときますか。持っとってもいいですか。持っとってもいいですね。はい、また次の機会があると思うので、次の機会があるかもしれない。あると思いますので、ちょっとでもなんとか乗り越えられます。とっても心配だったもん。カメラの登場と、いつもよりいいぐらいじゃない。はい、お疲れ様です。久々にやるもんじゃないですね。もう何ヶ月ぶりぐらいにやったからちょっとカミカミでした。たまにはいいよ。たまにはいいですね。毎週でも。こっちすごいね。こっち見るのも楽しみの一つ。今日天気悪くてちょっと残念です、ね、でも本当にいい気持ち。海見るのが